マイタウン市川、田中芳則です。今回は市民課で発行している証明書のよりスムーズな申請や受け取りの方法を特集します。それではまずトピックスのコーナーからいきましょう。このほど動植物園に開園記念動物プレートがお目見えしました。1987年に開園した動植物園は今年の8月に開園20周年を迎えます。これを記念して開園から20年間来園者を楽しませ長く生きてきた動物たちの獣舎に記念プレートを設置しました。対象となったのは猿山の長老、ニホンザルのさくらやロバのポコ、昨年8月に初孫が誕生したボリビアリスザルのナナなど15種類の動物たちです。園内9カ所に設置された記念プレートはすべて職員の手作りで、紹介文に写真が添えられています。開園当時の動植物園にはすでに大人だった動物が多かったそうで、こちらのカナダカワウソマリーもその一匹です。マリーは国内最高齢のカナダカワウソで、だいぶ視力も衰えてきていますが、元気いっぱいに餌を頬張っています。現在動植物園では開園20周年を記念して、誕生月の市民は1ヶ月間何度でも無料で入園できるサービスを行っています。その他にも動物写真コンクールの開催や園内のレストランで20周年記念の特別メニューを用意するなど、さまざまな企画やイベントを行う予定です。皆さん、動植物園にぜひ遊びに来てください。13日、メディアパーク市川3階の研修室で下総民話の広場講演会が開かれました。この講演会は下総地域を中心に全国各地に伝わる民話を次の世代に引き継いでいこうという県の委託事業の一環として開かれたものです。講演は聞き耳の旅から伝承の語りから新しい語りへをテーマに、日の出学園教諭で國學院大學文学部の講師でもある米谷陽一さんが民話の持つ魅力を紹介しました。学校勤務の傍ら40年間にわたって日本全国の民話を聞き歩いている米谷さんは、民話の語り手である各地のお年寄りとの触れ合いを通じながら、面白さの中に生きていくための知恵がたくさん詰まった民話の素晴らしさを改めて感じたといいます。また民話の多くが文字ではなく口から口へと語り継がれていた時代、聞き手は語り手の話に真剣に耳を傾け、合間に相槌を打つ決まりがあるなど、語り手と聞き手が一体となっていたと話していました。米谷さんはテレビや絵本などがなかった時代、民話は子どもたちにとって大切な宝物であり、同時に人の話を注意深く聞く力を育てていました。こうした優れた伝統が失われないようにしなければなりませんと、文字で残すだけではなく言葉で民話を語り継ぐことの大切さを訴えていました。以上、トピックスのコーナーでした。こんにちは、さくらかなです。ここはご存知、市役所本庁舎です。マイタウン市川では
ここ市川市役所から発信される情報をお伝えしているわけなんですが、ところで皆さんは市役所にどんな目的で来ることが多いですか？母の年金関係の住民票のコードをちょっとわからないので調べてもらいに来ました。今日は転出の届け出に来ました、はい、印鑑登録の証明書です。戸籍謄本をもらいに来ました。はい、市役所の窓口で一番利用者が多いのは、なんといってもここ市民課の窓口です。この時期は1日に500人から800人の市民が訪れます。昨年5月にはロビーやカウンターがリニューアルされ、明るい雰囲気の窓口に生まれ変わりました。また移動届出と証明書交付申請の窓口を分けたほか、目的別にサインを色分けするなど、より分かりやすくなりました。1日を通して利用者の多いここ市民課窓口ですが、月曜日と連休明けは特に混み合いますので、他の日を選んで利用することをお勧めします。窓口利用で一番多い要件はどんな要件ですか？はい、一番多いのは住民票を取られる方ですね。で、次に多いのが印鑑登録証明書で、次には戸籍関係の証明書が多くなってます。そうですか。年度替わりにはどんな要件が多いですか？はい、転出入といった住民移動のお届けの方が非常に多くなります。はい、この要件はですね、一件にかかる時間が多少長くなりますので、はい、お客様を少しお待たせしてしまうこともあります。移動手続きと証明書交付申請の手続き、窓口が分けられたそうですが、効果の方はいかがですか？はい、昨年より移動の少しお時間がかかるお手続きの窓口と証明書だけの交付申請窓口を分けました。それによってですね、1件の時間が、比較的短く済む証明書の交付は比較的スムーズになったと思います。そうですか。はい、これから年度替わりを迎えると、転入・転出手続きが増え、3月・4月は1年の中でも最も市民課の窓口が混み合う時期になります。行徳支所、大賀市は出張所、南行徳市民センターでも本庁舎の市民課窓口と同じ業務を行っているので、お近くの方は本庁舎以外のこの3箇所も利用してみてください。市民課の窓口はこの4つの施設だけではないんです。知っていましたか？それが市民課窓口連絡所です。市民課窓口連絡所の取扱業務は、戸籍証明書、住民票の写し証明書、外国人登録原票記載事項証明書、そして印鑑登録証明書の交付のほかに、母子健康手帳や健康手帳の交付も行っています。場所は4箇所。まずこちらは JR 市川駅北口にある市川窓口連絡所。駅からとても近く便利な窓口です。新徳公民館のすぐ裏手にある新徳窓口連絡所、表通りから1本入ったところにありますが、東西線原木中山駅からも近く、こちらも便利な場所です。JA 市川市国分支店内にある国分窓口連絡所。本庁舎からも大賀市は出張所からも離れているこの地区には欠かせない窓口となっています。車での来所も可能です。そして京成中山駅のすぐ近く、中山法華経寺参道にあるのがこちら、中山窓口連絡所です。参道の雰囲気にマッチした建物も特徴的です。隣には中山文化村の聖火園もありますので、ぜひ足を伸ばして散策してみてください。
4つの窓口連絡所は場所によって基本となる業務のほかにも取り扱っているものもありますので、詳しくは各施設にお問い合わせください。そしてこちら、皆さんもご存知ですよね。この住基カードがあれば、住民票や印鑑登録証明書など各種証明書が簡単に発行できる自動交付機です。窓口で受け取るより50円安い250円で各種証明書が発行できます。操作はとっても簡単ですので、ぜひこの自動交付機も活用してください。この自動交付機は市内21箇所23台設置しています。自動交付機での取得に必要な住基カードの申請手続きは、市役所本庁舎の市民課窓口をはじめ、行徳支所、大賀島出張所、南行徳市民センターでも取り扱っています。また JR 元八幡駅南口にある情報プラザ2階の窓口でも、住基カードの申請と発行業務を行っています。ここでは住民票の写しや印鑑登録証明書の発行もできますので、合わせて利用してみてください。現在住基カードの交付を手数料なしで受けることができます。住基カードはさまざまなサービスを受けられるだけではなく、公的な身分証明としても認められています。この機会にぜひお持ちになってみてはいかがでしょうか。市役所の窓口はここにもあります。そう、電子申請届出サービスです。例えば住民票なら、前日の夜11時59分までに申請すれば、翌日の夕方4時以降には受け取ることができるんです。電子申請届出サービスを利用すると、インターネットにつながっているパソコンがあれば、24時間365日申請や届出ができます。現在住民票の写しや印鑑登録証明書の交付の申請を含め、28種類の手続きができるようになっています。また電子申請届出サービスを利用すると、手続きがどこまで進んでいるかといった処理状況をパソコンで確認したり、市からの通知書を受け取ることもできます。事前に ID 登録をすれば、身近なパソコンが市役所の窓口になるこのサービス、証明書の受け取り場所も本庁舎や支所、公民館など行きやすい施設を選ぶことができます。電子申請した住民票の写しや印鑑登録証明書を本庁舎で受け取る場合は、市民課窓口の一番奥18番のお渡し窓口に直接どうぞ。申請時に表示される発行番号と身分を証明するものがあれば、すぐに受け取ることができます。皆様の大事な書類が違う人に渡るのを防ぐためにも、窓口で本人確認を行っております。窓口にお越しになる際は、本人確認書類をお忘れにならないようお願いいたします。今回ご紹介したように、市にはさまざまな窓口があります。ぜひ便利に利用してください。以上、特集のコーナーでした。今回もしっかりとストレッチしていきましょう。今日していただくストレッチは、体の横ですね、体側のストレッチと、あとは足の後ろ側、太ももの裏側のストレッチになります。座った状態で始めていきます。この正座で座っている状態から足を崩しましょう。足を崩していただいたら、両手頭の後ろに置きます。頭の後ろに置いていただいたら、このままですね、大きく息を吸います。
ゆっくりと吐きながら体を真横に倒しましょう。体の横を気持ちよく伸ばしますね。はい、しっかり伸ばしていただいたらゆっくりと体元に戻しましょう。逆側も同じようにやっていきます。足を変えますね。足を変えていただいたら両手は頭の後ろ、肘をしっかり張ってください。このまま先と同じように真横に倒します。体を倒した時に息を止めずに、このままゆっくりと呼吸は続けながら行ってください。しっかりと伸ばしたらゆっくりと体を元に戻していきましょう。このストレッチのポイントになります。両手を頭の後ろに置いていただいて、体を横に倒すときに、必ず真横に倒すのを意識してください。前のめりになってしまったり、あとは逆に後ろに反ってしまうと正しくストレッチできません。腰を痛める可能性がありますので、真横にゆっくりと息を吐きながら倒していきましょう。1月29日月曜日、第1回広域行政公開講座政令指定都市を考えるが開かれます。場所は文化会館小ホール。時間は午後3時から4時30分まで。入場は無料です。市川市の将来や政令指定都市とは何かなど、市民の皆さんと一緒に考えるための講座です。続いて市川市からのお知らせです。文化の街角回遊マップ市川ママ地区編と中山編秋冬号が完成しました。市川ママ地区編は大門通りルートと吉沢ガーデンギャラリールートに分けて、それぞれの見どころなどを紹介しています。このマップを片手に歴史の深い市川ママ地区を巡ってみませんか。また回遊マップの中山編秋冬号には、この季節ならではの見どころに加え、中山法華経寺参道沿いのお店情報なども掲載しています。回遊エリア内の文化施設や最寄りの駅の広報スタンドなどに置いてありますが、入手方法など詳しくは街角ミュージアム推進課までどうぞ。動植物園が今年の8月で開園20周年を迎えます。園内では記念のイベントをたくさん企画して、皆さんの来園をお待ちしています。そしてその第1弾となる企画、今月から市川市民の方であれば誕生月は何度でも無料で入園できます。動物たちとたくさん触れ合ってください。誕生月に来園されるときには、誕生日と住所がわかる身分証明書を持参してください。詳しくは動植物園までどうぞ。インターネットと電子メールで市と市民をつなぐコミュニケーションチャンネル、市川市 e モニター制度、通称 e モニでは現在モニターを募集しています。市のトップページのこのバナーをクリックして進んでください。現在これまで行ったアンケート結果と速報を公開しています。モニターになってあなたの意見をぜひ聞かせてください。